旭川総とは、岡山県岡山市北区に本部を置く、障害者施設を中心に事業を行う、社会福祉法人である。旭川総全体を望む旭川総医師の川崎、幸信が、経天愛人、天を上前人を愛する人間尊重の精神を、基本に創立した、総合医療福祉施設である。岡山市の北部に位置し、岡山県を代表する河川である旭川と、 江戸時代に百間川の中間にある中洲に建設されている。岡山県、愛媛県及び中国上海市に、障害者医療福祉、知的障害福祉、身体障害福祉、高齢者福祉、児童福祉、地域医療、相談支援、教育、研修、研究の8分野の医療福祉サービスを展開し、施設数は70を超え、利用者はおよそ3000人、職員、 約2000人で構成される。運営する施設に旭川療育園があり、北海道旭川市にある北海道療育園と名称が似ているものの一切関係はない。創業者の川崎サ信チノブは岡山医科大学を卒業後、1939年に岡山市中山下に川崎病院を開業した。その後、川崎は1954年に、 社会福祉法人朝日川総設立主意書発表、1957年4月に創立された。当初は、死体不自由自治施設である、朝日川療育園、知的障害児施設である、朝日川学園、乳児施設である、朝日川乳児院の3つの施設で出発した。川崎は、その後30年近くにわたって、理事長として施設の発展に努めたが、 1984年に理事長職を退き、医師の江草康彦が二代目理事長となった。ありがとうございます。